今からこちらのおうちで簡単チョコバナナを作っていきたいと思います。なんじゃそりゃ、イエーイ、チョコイエーイじゃあ早速作っていきましょう、はい、これ私チョコバナナが大好きすぎてネットで調べたんですよ。はい、でこんないいものが売っているということでね。ネットで買ったの？いや違うんですよ、結構前にこれはね、うん、見てたんだけど全然どこで売ってるか分かんなかったので、うん、Amazon で調べたんだけどあんまなんか良さそうな種類が売ってなくて、はーって思って昨日プラッと寄ったウェルシアに売ってた。ほう、じゃあちょっと買ってみました。今日はこちらをやっていきたいと思います。イエーイ、イエーイずっと朝から楽しみにしたんだよね。うん、うん、イエーイ。さあ行きましょう。最初に皮を剥いて半分に切ったバナナにスティックを刺します。うん、なるほど。でこの時あらかじめバナナを冷蔵庫で冷やしておくとチョコレートが固まりやすくなるのでいいそうです。っていうのを先に読めたので私はあらかじめ冷蔵庫にバナナが入れてあります。すべらすべら。ボウルまたはお鍋にお湯を用意し、チョコレートの入った袋を開封せずそのままお湯につけて60度ぐらいで3分間湯煎します。ということですので、ここに水が張ってあります。もうやっている。あ、だがしかしちょっと熱してはないので料理番組のような手際いいですよなるべく無駄のないようにやっていきます。じゃあ手をきれいにきれいに洗いましょう。ファイトです。はい、お、上手。もういいもん。ゴシゴシゴシ、そう、上手。じゃあ、チョコやろう。やろう。よし、じゃあ、早速やっていこう。やっていこう。でこう。バナナ、冷えてますのでバナナを切っていきましょう。気をつけてくださいね。はーい。なんか果物ナイフ知らない？ちっちゃい子がいるので、はい、手刀でいきましょう。手刀でフルーツ切る。これでいいじゃん、フォークで。そう、なんでそんなさあちゃんってチョコバナナ好きなの？いやマジでうまいんだよ。いや祭りに行くために祭り行くんじゃなくてチョコバナナのために祭り行く。いやそうだよ、だってチョコバナナのために祭りやってるもん。みんな意味がわからん。そんなわけねえじゃん、そんなわけねえ。チョコバナナのためにやる。みんな一丸となって楽しむのが祭りだから。みんなでチョコバナナをむさぼり会なんて町内会でもできる。全然聞いてねえし。こうやって、お、これがね、このちっちゃい半分のバナナが6個分で、6個分この一袋でできるんだって。なるほど。ここから3分ぐらいですかね、多分。チョコ、ババ、チョコ、チョコバナナ、チョコバナナ、上手そうだよ見て見て、見る？冷蔵庫で冷やしたバナナをチョコレートに入れたらすぐにトッピングを振りかけ、トッピングなんか入ってるの？あ、トッピング入ってる、かわいい。カラーパウダーみたいな。見て見て、これを皮を剥いて半分に切ったバナナにスティックを刺しますと。でもお家で簡単チョコバナナって実はどこでも買えるものしか入ってなくない？こういうさ、こう刺しやすいあのこういう棒とかってさ、なんかどこに売ってるのって感じじゃん。あとちょうどいいサイズのこういうね袋とか、うん、私すぐチョコバナナ家で作るからな。そうなの？この間も作った好きすぎる。あーちゃんにじゃあさ祭りでさ出してほしい、チョコバナナ屋さん。え、うん、めっちゃ繁盛しそうじゃない？それはするでしょ。ちょっとやりたいんだけど、やっていい？やっていいよ。どこの祭りだ？チョコバナナ屋さんと提携して。チョコバナナ屋さんなんてねえか。チョコバナナ屋さんとかない。6本刺せました。あ、そこにタピオカをトッピング。タピオカトッピングしますね。なんかちょっと流行りそうじゃない、タピオカ。何ですかその服、着る気ないんですか服を。いやなんかちょっと着方が分かんなくて、多分これ下になんか着たりとかするのが可愛いのかもしれないんだけど、うん、ちょっとわかんなくてこのまま1枚で来ちゃった。お、もういい感じです。火を止めます。
よっ、はい、周りの水気を取りながら数回手で揉み溶かします。あ、ごめん、全然映しなかった。こうやってね、こう感じで揉み揉み揉みってします。で、あっち、パンスパンス、いくよ。あっちな、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 やって。やだ。なんなの、今日はやってくんないの。やってよ。チョコバナナ食べたらやってくれる。うん、よしよし、うわーし、やろうか、やろうか。ほっ、ねえ、容量が悪いっすね。お、いいじゃん。ぽい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 んじゃない。めちゃくちゃいい匂いしてる、わかる。チョコババンです。チョコババンです。よし、やっていこう。やっていこう。まだだからね。うん、あっち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 なあっちな、あばばばば。あと2本です。ほな、あと何本って聞くと撮影本数だと思ってしまう。チョコバナナです。よし、よし、よし、食べる？食べる。よし、よし。じゃあちょっと待ってね。うん、少しだけ冷やした方が本当は美味しいんだろうけど、ちょっと一瞬一瞬冷やすよ。じゃあ待ちですかね。少し待ちます。はい、じゃあ一回止めます。はい、開けてみましょう。せーの、どうぞ。冷蔵庫の中、恥ずかしい。めっちゃ笑ってる。1個取ってじゃあ、うん、大きいのにしな。うん、大きいの。うち、いいよ。これ何する、どれにする。これそれする。うん、あ、どやり直してみよっか。うん、やり直そうね。もう一回やろう。うん、よし、できたー、できたー。はい、どうぞ、じゃあそれ食べていいよ。うん、はい、うくんも、イエーイ、し、乾杯、乾杯。はい、乾杯、イエーイ、乾杯して。パパともして、パパとも乾杯。パパと乾杯。そっけな、おいしい。じゃあいただきます。うん、一枚。うまい。これ、うん、いらない。うん、食べな。これ、うん、これどうぞ。はい、ちゅーちゅー、1個食べな。うん、うまい。うん、あーちゃん料理うま。料理、なんかチョコバナナおばさんになってほしい、もっと。チョコバナナもっと極めたいな。チョコバナナスタンドとかないのかな。あの、売った後にこうやって刺してる。これ飲む、飲む。ポンスがいつか友達を家に連れてきた時とかは、すぐチョコバナナを作って出すおばさんになってほしいな。チョコバナナ食べるって。うん、え、なんかポンス全然食べてくれないんだけど。豆乳飲んでんだけど、バナナの。健康かよ。おいしい？え、こっち食べてくんない？ママ作ったんだけど。うん、うん、ペア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 したの？食べてよ、ママ作ったのに。うん、ママ作ったやつ食べて。乾杯？うん、乾杯！乾杯！
どうぞ。なんでそっちなの、なんでそっちばっか食べんの。チョコバナナより豆乳バナナの方が圧倒的に好きってこと。おじいちゃんか、うん、チョコ美味しい。ね、食べてないじゃん。え、嘘ついたよ今。社交辞令それ。ねえねえ、全く食べてないよ。あ、おいしい。全然食べてないよ。前歯刺したぐらいだったけど。ガブ。ちょっと舐めた。ちょっと舐めた。ペア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 ペロ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 したの。うん、そっか。なぜ。いや、こっちが美味しい。豆乳バナナが美味しいんやん。ふざけすぎだよ。ぷやぷや。おいしい？え？え？ジェスチャー食べてた今。エアーで食ってるね。今むけて。うん。食べてよチョコバナナ。あんなにずっとチョコバナナチョコバナナって言ってたじゃん。うん？パマ？うん、チョコバナナ。食べて、甘って。え、ちょっと取らないで、その豆は。え、取らない。え、豆を取ってどうするの。どうせ食わないんでしょ。コレクションするんでしょ。この顔、子供の集中。イエーイ。イエーイですか。ハイボール飲んでウィーイ。パパに一口あげな、じゃあ。うん、おいしい。あ、うまいよ。うまいよね。全然うまいんだよこれ。ポス、ふざけてる。ポス、めっちゃふざけてる。ポス、ヘビヘビ。ん、え、ママ、うん、ちょっとポンさんが全然チョコバナナ食べないんですけどって電話して。ちょっと電話、うん、チョコバナナ全然食べないですって報告して。え、チョコバナナ、うん、電話して。え、あしし、今もう一回チョコバナナ食べる。はい、どこに電話かけたんですか。電話、誰に電話かけたの。消費者センターとかにかけたんじゃん。消費者センターにかけたの。うん、そっか。ポンさん、こっちがママが作ったやつ。ポンさん、ポンさん、あの、こっちママが、あの、今一生懸命作ってた、うん、こっちママがポンスに食べてほしいなと思って丹精込めて作ったので、今の冷蔵庫を開けてイエーイっつってめっちゃ笑ってたじゃん。で、やったやっとできたって言って来たらこればっか飲んでるの。キッコーマン、おいしたな、なんですか。粒だけ食ったね。おいしい。いや、粒やん。いや、粒しか食べてないじゃん。チョコバナナは見よ、見よ、噛んだ。じゃあママにも一口ちょうだい。ん、ママにもちょうだい。はーん、もうちょっとさ、柔らかい粒が良かったよね。うん、あの、もうちょっと長い、クコの実みたいじゃない。あー、さ、あのなんだっけ、こういう銀色のさ、ケーキとかに乗ってるやつあるよね。ザランヌみたいな名前の、うん、ザランヌなんだっけ。メザランみたいな名前のちょっと待って、呪文みたいな。いや、みんなわかるでしょ、その銀色のさ、銀色のなんかちょっと高めの何かしらになんか乗ってる、まぶってるさ、こう何、銀色のガリってやつ、わかるっしょ。それみたいな感じなんだよね。私がチョコバナナの上に乗せたいのは、もうあの、ブブ、あれ、パ、チョコスプレーみたいなやつあるじゃん。カプカプ、すいません。じゃあ、すいません、トミカにチョコバナナ食べさせないでもらっていいですか。すいません、カーズにチョコバナナ食べさせないでもらっていいですか。ん、燃料タンクが詰まります。チョコバナナなんか食べさせたら。カクカク、ブダー、熱い、周りの熱い、
あっちいな。あっちいな、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 こうやって、こうやって優しくこうやってやって、あっちいな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 、ほら。はい、というわけでチョコバナナ頑張って作ったけど全然食べてくれませんでした。頑張って作ったっていうほどでもないんですけどね。みんな、このチョコバナナとても美味しかったから、お家の人とやってみてね。私は息子に作ったけど、息子は全然食べてくれなかった。でもそんなことしてもハートブレイクしないように、みんなで家族仲良く楽しく生活していこう。ヒャー。それではまた次回のサブチャンで、バイ。